仲間たちと別れたラナは異次元世界の一つに入って一人転生の扉を探していました。そこは神話に伝わる影の世界。大地が影の領域に侵食されていました。影の領域は何者かの力によって拡大を続けているらしく、ラナの魔法でも全体像は分かりません。やがてラナがたどり着いたのは魔物たちに襲われている小さな村でした。Thank you.
네. 하? 아